中国の皆さん、こんにちは。松井幸です。今回はライダーの双方解説をしていきたいなと思います。これは手のひらのここの部分ですね。ここの部分を弦に触れた状態でストロークすることで、このチャという音を出しています。で、初め突然いきなりね、こうストロークでするの難しいと思うんで、まずは弦に触れてストローク、触れてストローク、触れてストロークっていうのを少しずつ速くしていって、この一連の動作でチャという音が出せるようにしましょう。これも同じく人差し指は、部分制覇といってね、ここの部分では5、4、3弦を一緒に押さえてるんですけど、6弦の先っちょ、6弦の部分は人差し指の先っちょで、このまず音を消してます。で、1弦に関しては人差し指をこうね、こう押さえてしまうんじゃなくて、ちょっと浮かせた状態で触ることで音を消してます。この部分に限らず、部分制覇というのは基本的に僕の場合は人差し指の先で、隣の弦、いらない弦ですね、例えば今みたいに2、3、4押さえてたら、5弦の音はもし使わない場合は人差し指の先でこう押さえる。で、まあ、1弦も使いたくない場合は人差し指のここの部分ですね、腹の部分で触る。で、アップストローク、レールアタック、またアップストローク、パームで、またパームに関してもね、Bメロの部分で説明します。で、さらにまたレールアタック、